ファクンド・アクセル・メディーナは、アルゼンチンブエノスアイレス州、ビジャフィオリト出身のサッカー選手。リーグ1RCランス所属。ポジションは DF。ユース時代から CA リーベルプレートで過ごし、2016年にトップチームに昇格。しかし、リーグ戦出場には至らず、2018年に CA、タジェレスに移籍。新天地でプロデビューを果たし、2020年2月25日の CA 浦和戦では、プレート初ゴールを決めた。2020年7月2日、RC ランスへの移籍が発表。加入後即先発に定着し、9月13日の FC ロリアン戦で移籍後初ゴールを記録。2021年1月には、マンチェスターユナイテッド FC がメディーナの獲得を検討していると報じられた。2019年にチリで開催された南米ユース選手権に U-20 アルゼンチン代表で出場。5月にポーランドで開催された 2019FIFA U-20 ワールドカップに出場。9月にはペルーで開催されたパンアメリカンゲームに U-22 代表で出場し、優勝を経験した。2020年にはコンメボルプレオリンピック大会に U-23 代表で出場し、2020年東京オリンピック出場権を獲得。同年9月には、10月開幕の 2022FIFA ワールドカップ南米予選に向けたフル代表に初招集。10月14日の同予選のボリビア戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。